春の祭典、花春フェスタ。穏やかな陽気に包まれた新町川沿い一帯を会場に、徳島の文化と食を楽しめる恒例イベントです。メインとなるのが阿波踊り。相葉浜エントランスステージでは、色とりどりの衣装をまとった踊り子たちが満員の桟敷席の前で息の合ったパフォーマンスを繰り広げます。有名連のほか学生連なども次々と踊り込み、その熱い演舞へ盛んに拍手が送られました。また近年続けられているのが花春アートプロジェクト。今年はお笑い芸人兼イラストレーターの芦澤宗人さんを迎え、来場者も参加して作品作りを行いました。この日は天候にも恵まれ、家族連れも多数来場。踊りやグルメなど徳島を丸ごと堪能することができたようです。